坂領良治は、新潟県長岡市東神田三丁目にある浄土修寺院。三号は、後期山。陰号は、結晶院。本尊は、阿弥陀如来。次号は、坂鈴寺とも表記する。当初は、後期安と称したが、牧野忠明が、父の牧野安成の号と母の号を取って、坂領良治と称したとされる。ちなみに、牧野安成の戒名は、結晶院殿前。 天気を誉れ栄間聖徳大古事である。東急は二十等地。永六年間に、牧野重貞により三河国牛久保に、後期案として混流された。牧野重貞は、三河牛久保上主であったが、三河牧野氏の違法に伴って寺も大御藩、越後長岡藩と移転して、現在地に移り、栄領事と改称した。長江寺、本名寺ともども、牧野氏に尊崇される。 かつて周辺に足軽の宅地が広がっていた。また、栄江領事の住職である老白は後に江戸の増上寺住職となり大僧正となった。天保15年10月14日の春日火事や北越戦争で消失しているが再建されて現在に至る。栄江領事本堂栄江領事墓地にある河井次之助の墓栄江領事門前にある銅像地蔵菩薩座像は 子育て地蔵と称される。同時は、長岡藩主牧野氏の菩提寺の一つである。このために、長岡藩において、藩主の放映の際に行状が改まった、追放刑受刑者がその恩赦を受ける届けをそのものの、旦那寺が提出する際の窓口の役割を、栄領寺が担った。また、長岡藩主の菩提寺でもあり、小義学の受信である、伊藤博光、伊藤東極府氏や、 河合継之助、三島奥次郎などの墓がある。ありがとうございます。